はいどうもこんにちは、のりです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2018年度の大阪大学理系の問い2の解題ですね。えっ、ー、と、これは、まあ、大問として、えっ、ー、と、かっこ、証文に分かれている問題なんですけど、それをまあ統一してしまって、解題としました。はい、えー、それでやっていきたいと思います。実係数多項式 f ク x があって、AB はプラス。で、f ク x は、えー、相反型になってますね。 x の二乗マイナス a x 三乗プラス b x の二乗をマイナス a x プラス一まあこの形の多項式系 p x が四次数 c i というのを用いて c 1 c 2 c 3 c 4という形で因数分解ができるときまあ一般には複素数によってこういうふうにえっと一次式の積に分解できるわけですけどまあ えと4実数を用いて分解ができるまあ数に関してはどの実数かっていうのは何,何も言われてないわけですけどねえっ、ー、とまあこう因数分解できる時に A の値は4以上であることを示せという問題です係数に関する条件を示せということですねはいえっ、ー、とまあ与えられた形が相反型であるっていうことで相反型の取り扱いについては、まあ、x の2乗で割って、えー、と x の2乗で す1ただ、まあ、こういうことも知っておいた方がいいかなと思います。fα が0だったら、まあ、つまり解が α、えー、に対して α 分の1というのも0になるっていうことですね。まあ例えばその fx に対して x 分の1の方程式を作ろうと思うと同じ方程式ができるわけです。 これ、えー、とこっちから並べたやつですね。こっちから並べたやつがその方程式になるので結局相反型だったら同じ形になるっていうわけです。だから、えーとまあ、これ α 分の1、x 分の1っていう式を立てて考えると x のとこ x 分の1を代入して考えると x の4乗分の1マイナス a かける x 分の1の3乗だから x3 乗分の1ですね。プラス b かける x 分の1の2乗。 で、マイナス A×X、えっと、分の、だから A ですね。で、プラス1と。で、X の4乗でくくってしまうと、この X の4乗分の1でくくってしまうと、えー、同じ形が出てきます。つまり1、1マイナス AX プラス BX の2乗マイナス AX の3乗プす AX の4乗となって、これが FX なので、つまり X の4乗分の FX ってなって、 アルファ代入したら当然0になるので、えー、Fα が0だったらここの部分が0になるので α 分の1も0になるってことが言えるってことですねつまり α と α 分の1はセットで、えー、と割り切れるってことですだから C1 と C2 には関係があるってことですねまあ C1C2C3C4 っていうのは4つの形で出てきてるわけですけど 双半型の場合には、例えば、まあ、順番はちょっと入れ替えることにして、C1 に対して C2 がその逆数になっていて、で、C3 に対して C4 がその C3 の逆数になってるみたいなことが言えるってわけです。えー、ここで注意しなきゃいけないのは、えっ、ー、と、これ、α、えー、と α 分の1が異なる場合にはいいわけですよ。これだったら OK なんです。ただし、α イコール α ル分の1の場合には、 えっと、ちょっと注意しなきゃいけないですね。つまり、α、えっと、が、えっと、例えば1と,1とすると b、b イコール 2a マイナス2で、えっと、割り切れるみたいなことができます。えっと、そもそも、えっと、f のマイナス1というのは、えー、解にならないですね、これ、ね。f のマイナス1というのは、えっと、1プラス a。 それからプラス B、えー、プラス A プラス1で AB は整実数なのでこれは0にならないわけですだから α、えー、と α 分の1が等しいんだったら α は、えー、と1のみですねあり得るとしたらでつまり α が1でないとすると α、えー、と α 分の1は異なるので fx は x-α と x-α 分の1で割れるということが分かります。ですかで、えっ、ー、と、同じだとすると、つまり α と α 分の1が同じだとすると、α は1になって、つまり α は1とすると、えっ、ー、と、x-1 で割り切れるっていうのは、 えっと、当然わかるわけですけど、えっと、F が0ということより F が0より、えっと、B は2 a ス2っていうふうにかけます。で2 a ス2を代入して計算すると f x はこれ x の4乗ス a x の3乗プラス2 a ス2 X -AX の2乗をすっていう形にかけけるわけですでこれは x-1 で当然割り切れるわけですけど x-1 の2乗になっているっていうことこれにちょっと気をつけたいですねえっ、ー、と2乗の因子で割り切れてえっ、ー、と残りが x の2乗をまあこの小は別に求める必要はないかなと思いますけど 2-a 倍の x+1 プラスっていう形にかけているとこの x マイナス1の二乗っていうのは1がダブって重カイになっているってことですね。つまりアルファとアルファ分の1っていうふうに捉えることができるわけです。いいですか？このアルファとアルファアルファ分の1が違うときには、えっ、ー、と1個で割れるのではなくて2回割れるってことをちゃんと言わないといけないですね。これによって c1c2c3c4 っていうのはえっ、ー、とアルファアルファ分の1 C1 から C4 は、えー、と結局 α と α 分の 1β と β 分の1と表せて、えー、と結局その1が入ってたとしてもね α あるいは β のどちらかが1だったとしても問題なくこの逆数の形でかけて結局 x マイナス α と x マイナス α 分の1。 それから x-β マイナスのとととといいうう形にになって、こここここここれれれをを展展開開すするる x のの乗数は、そぞ括弧 α たす α 分の1が出てきてこっちもマイナス β たす β 分の 1x っていうのが出てくるわけですよ。 そうするとそれを掛け算したものがここにやってくるので、アルファ足すアルファ分の1。それからベータ足すベータ分の1というのが出てきて、それのえっ、ー、と x3 乗なわけですね。この係数が a なわけです。ここの部分の値が a になっているわけですから、これはもう相加。相乗平均の関係によって4以上だってことがわかります。つまり、a はえー、アルファ足すアルファ分の1。 プラスベータたすベータ分の1でそれぞれ相加操縦平均の関係によって4以上であるってことが言えます。ここは α イコール、ベータイコール1の時統合成立なので、えー、っと、まあイコールになる時は当然あるってことですね。α とベータが1の時統合が成立。で、 えー、それ以外の時は4より、えー、と真に大きくなるそれで、えー、証明が終わりますまあ、えー、と当案には相加相乗平均の関係っていうのをね書いた方がいいと思いますここの部分まあ AMGM というふうに書いておきましょうかはいいいですかねまああのー、ネタをなんか分かってしまうと全然難しくないんですけどこの α と α 分の1がセットで出てくるっていうことが 本質的に聞いてますここの部分が C1 から C4 の値が複数数になってしまうともちろんその、えっと、相加相乗平均の関係が使えないわけですね。で今 α、えっと、の値は a の値,の値の値が正であるので α、えっと α 分の1の値は両方とも正になっているわけです。えっとそもそも正の数じゃないと本にならないんですね。えっと x の4乗マイナス ax3 乗プラス bx の2乗マイナス ax プラス1はえっと解に持つ値というのは正の解以外に持たないんですねだからそれもちょっと断っておきましょうえっと fα イコール fβ イコール0ならば α と β がえっと正でないといけない先ほどマイナス1は解にならないってことをチェックしましたけどまあこれちょっと言わないとここの相加相乗平均が使えないので えとこれがまあ本質的に効いてるってことですね。で、えー、と α 分の1と β 分の1も同様に、えー、と正になってくれて、えー、とちゃんと加相乗信疫が使えるということですね。で,ですかこの、えー、と1の時の議論を除いてしまうとやっぱり減点はされると思いますね。えー、とくっついちゃうので重快であるってことがまあ地面ではない ですけどまあ自明なんですけど自明ではないのでちゃんと議論としては不十分になってしまうので、えー、とここの括弧の2乗になっているっていう議論は、まあ、この章を求めなくてもね、えー、と F 1が0それから F' の1が0なので、えー、と結局2乗で割り切れるっていうふうに言ってもいいかなと思います。この関係を出したりすれば F 1が0によって b 2 a 2が出てきて。 え、負だしの1を計算すると、まあこれを代入することによってゼロってことが証明できます。まあそれでもいいですね。えっ、ー、と、アルファとアルファ分の1というのがえっ、ー、と今に持っているんだとしたら、まあこれアルファとアルファ分の1は両方ともえっ、ー、と1に近づいていくわけです。両方とも1に近づいていくんです。アルファが1に近づくとき。っいうことは、でも1に近いところでは非常にその接近しているけれども違う値になっているわけですから。 えっとまあアルファの係数のその関数というふうに考えたときにまあどう考えてもアルファマイナス一の二乗という形アルファとアルファ分の一の分が両方ともそのえっ、ー、と因数として持つはずだっていうことはまあほぼ自明なんですけどやっぱり証明は必要だと思いますね。えっ、ー、と一個にこの集約されることはなくてその一つずつがアルファから出てきたものがアルファマイナス一アルファマイナス アル,ファ x、アルファ分の1からやってきたものが x-1 ということで結局 x のマイナス1の2乗になるっていうことはアルファの連続関数というふうに考えればまあほぼほぼ自明なんですけどちゃんと証明というかあの記述は必要だという話ですね。いいですかはい、えー、っとまあ本質的にねその総加相乗平均を使ってのこの形になるっていうだけで。 えっとなんかそのネタが分かってしまうと面白くない問題なんでしょうけど双半、えー、型の方程式というのはその α と α 分の1が対になって出てきてるっていうことですね。まああの複素数でない時は関係なくこの x+x 分の1というものを t と置いて処理することが多いのでこの手法ももちろんね、えー、覚えておいてください。こう置いて、えー、っと t の2次方程式に帰着できるっていうことですね。 それで、え、解いていったりします。はい、え、二千十八年度の大阪大学理系の、問い二の解題でした。